つまりお互いが自然体で接していることで、お互いの真の魅力を発見することができるということですね。はい、皆さんこんにちは、リュウです。今日は男性がずっと一緒にいたいと感じる瞬間というお話をしていきたいと思います。皆さん、男性がずっと一緒にいたいと感じる女性ってご存知ですか？そんな女性はとても彼に愛されます。要は彼との関係を良好に保つには、彼がずっと一緒にいたいと思える存在になることを目指すといいんですね。そんな男性がその女性とずっと一緒にいたいと感じる瞬間があるんです。そこで今回は、男性がずっと一緒にいたいと感じる瞬間をご紹介させていただきたいと思います。彼に愛されたい方はぜひ参考にしてください。ではまず、このようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきますね。リュウキさん、はじめまして、こんにちは。はい、こんにちは。私は32歳の時に付き合った男性とお別れしました。その彼とは、簡単に言うと飽きられて振られてしまったんです。それからというもの、男性と恋愛することもなく、アラフォーに突入してしまいました。最近は勇気を出してマッチングアプリを始め、気になる男性も久しぶりにできて、今はワクワクしている気持ちになっています。そこでリュウキさんに教えていただきたいのですが、前回の恋愛では上手に言えなかったこともあるので、男性が飽きずにこの子とずっと一緒にいたいなぁと思う時はどんな時でしょうか？またどんな行動をすると男性がずっと一緒にいたいと思うか、もしあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、男性がずっと一緒にいたいと感じる瞬間ですね。まあそういう瞬間ありますね。女性は無意識にやっていることが多くて、でもそれで男性はキュンとしているわけです。そこをマスターして意図的にやってみるといいですね。なので今から男性がずっと一緒にいたいと感じる瞬間についてお話ししていきたいと思います。男性がずっと一緒にいたいと感じる瞬間6選です。まず1つ目です。1つ目は、屈託のない笑顔を見た時になります。そういえば皆さん、赤ちゃんの笑顔ほど幸せを感じるものってありませんよね。それは作り笑顔ではなくて、心から笑っている屈託のない笑顔です。人って屈託のない笑顔に惹かれるんですよね。特に男性はそんな屈託のない笑顔が可愛い女性に弱いんです。なぜかというと、屈託のない笑顔は作り笑顔と違って心から出る純粋の笑顔だからです。女性の屈託のない笑顔には純粋で無垢な美しさがあるので、男性はそれを見てずっと一緒にいたいと感じるんですね。女性の屈託のない笑顔は男性にとって魅力的であり、心地よいものですからね。そして女性の屈託のない笑顔は、女性が幸せでいる状態を表しています。そんな女性と共にいることで、幸せな状況を共有していると感じ、自分自身も幸せな気持ちになれるんです。また屈託のない笑顔はポジティブなエネルギーを男性に伝えます。ですので男性は心地よさや安心感を感じるわけです。だから二人の関係を強化しますし、男性が女性と一緒にいたいと感じる理由なんです。つまり、女性の屈託のない笑顔は男性にとって魅力的であり、幸せや安心感を与えますので、男性はそんな女性と一緒にいたいと感じるということです。では二つ目です。二つ目は、落ち込んでいる時にそっと見守ってくれた時になります。男性って競争社会の中で生きています。ですから失敗もすれば、ライバルに負ける時もあります。男性にとって最も嬉しいのは、そんな落ち込んでいる時、愛する女性がそっと見守ってそばにいてくれることです。落ち込みが激しい時ほど、愛する女性にそっと見守ってほしいんですね。つまり、ただ何も言わずにそばにいるだけで癒された時、男性はずっと一緒にいたいと思うわけです。男性は落ち込んでいることをなかなか口に出したりしませんから、女性の方からそれを察して寄り添ってあげれば、彼のハートをつかむわけです。女性がそっとそばにいてくれるだけで、男性はその存在に救われた感じがするんです。心の痛みや悩みを共有するというわけではなくても、パートナーの存在を通じて心の安定を感じることができるんです。男性にとって安心しますからね。男性は自分を理解してくれる人がいると安心感に満たされるわけです。結局、男性にとっては女性が安心の源になっているんですよね。なんやかんや言っても女性から生まれてきていますので、つまり女性の存在によって男性は安全な空間に身を置くことができて、自分自身を受け入れられると感じるんです。そしてそんな女性がそばにいてくれることで、男性は困難や落ち込みを乗り越える力を感じさせてくれるわけです。愛する女性の存在があることで、男性は困難に立ち向かう意欲を持って乗り越えるための力を引き出すということですね。このようなつながりを体験することで、男性は女性との関係をより強固に感じます。要するに、男性は落ち込んでいる時に女性がそっと見守ってくれていて、そばでいてくれることで、心の安定や支えを感じるだけではなく、関係性の強化や成長を経験する機会となるということですね。
そのため男性はその女性と一緒にいたいと感じるんです。それでは3つ目です。3つ目は自然体でいられる時になります。男性って意外と繊細な人が多くて、結構人間関係でストレスを感じていたりします。恋愛でも楽しませなければならないと感じて結構気を使っていたりするんですね。つまりなかなか自然体でいることができなかったりするわけです。だからこそ自然体でいることができる女性とずっと一緒にいたいと思うんですね。特に価値観や物の考え方が似ている女性だと自然体になれてストレスを感じることがありません。これは女性にも同じことが言えるのではないでしょうか。変に気を使ったりするとも楽しめる女性とはずっと一緒にいたいと思うわけです。あまり合わない相手では長時間一緒にいると気まずかったりするんですよね。しかし長時間いても疲れない、話さなくても苦にならないというような相手となら男性はリラックスできます。要は特別なことは何もしなくても落ち着いた気分でいられる女性こそずっと一緒にいたいと感じるわけです。関係がリラックスできるものであることですよね。男性は仕事では気を使ったり緊張したりする機会が多いため、自然体で過ごせる時間が貴重なんです。そのような時間を一緒に過ごせる関係では心地よさやくつろぎを感じることができるんですね。あとは相手とのコミュニケーションがスムーズであることも大切です。言葉や態度に気を使わずに素直な気持ちや思いを伝え合える関係性は男性にとって魅力的なものです。相手が自分を理解してくれると感じることで自分自身を受け入れてもらえているような安心感や信頼感を感じることができますから。そして女性が自然体でいることでその女性の個性や魅力を十二分に感じることができるんです。つまりお互いが自然体で接していることでお互いの真の魅力を発見することができるということですね。要は気を使ったりせずとも楽しめて長時間いても苦にならず落ち着いた気分でいれてスムーズなコミュニケーションが成立し、素直な気持ちや思いを伝えることができる関係性に魅力を感じているということです。これらの要素が揃った自然体で接することができる女性と男性はずっと一緒にいたいと思うんですね。では4つ目です。4つ目は自然と相手のために尽くしたいと思えた時になります。自然と相手のために尽くしてあげたくなった時、男性はこれからもずっと一緒にいたいなと思っていたりします。本気で好きになると相手のために自分ができることをしてあげたいと思いますからね。自分から尽くしてあげたいと思えた瞬間、男性は女性ともっと一緒に過ごしたくなるということです。男性が相手のために尽くしたいと思い、ずっと一緒にいたいと感じるのは相手への深い愛情や思いやりがありますからね。このような感情が生まれると男性は相手の幸福や満足を優先し、彼女のためにいかにして尽力できるかを考えるようになります。相手のために尽くす意欲は男性としての成長や自己満足にもつながりますからね。彼女が幸せであれば男性は自身の存在が彼女にとってプラスになっていると実感できるからです。また尽くす行為自体男性の自己成長につながり、自分に自己満足感をもたらします。尽くすことによって相手が喜びを感じて、その反応を見ることで男性は満足感を得ることができるということです。このような相互関係は男性がずっと一緒にいたいと感じる要因になります。また相手のために尽くすことはパートナーシップや信頼関係の構築にもつながりますよね。相手が自分を必要としていると感じることで男性は存在意義を感じることができるんです。相手に寄り添い支えることでより強固な関係を築くことができるんです。要は相手のために尽くすことは愛情や思いやりの表れであり、男性がずっと一緒にいたいと感じる理由の一つです。お互いを尊重し支え合い、成長し合う関係性を築くことが男性の心に深い満足感と幸福感をもたらすということですね。それでは5つ目です。5つ目は自由にさせてくれた時になります。男性は責めたりコントロールしようとすると居場所をなくしてしまうわけです。要するに結局は男性の居場所を確保できるようになれば男性は皆さんから離れなくなるということですね。ですので男性を責めたり自由を奪ったりしないことです。そこにつながっていくということですね。それは結局自分を責めたり自分の自由を奪ったりしないことがつながっていたりもします。自分を責めたり不自由にする人は他人にもそうしますからね。人は自分にしていることを人にやるんです。ということで皆さんは自分を責めたり自分の自由を奪ったりしていませんか？相手からいつも離れていくという人は一度自分に対しての扱いを見直してみるようにしてください。それでは6つ目です。3つ目は自分の弱い一面を受け入れてもらえたと実感した時になります。男性がずっと一緒にいたいと感じる理由の一つは相手が自分の弱い一面を受け入れてくれたことを実感した瞬間です。このような時男性は深い絆や信頼を感じることができますからね。人間は誰しも完璧ではありません。誰しもが時折弱さや不安感を感じることがあります。そのような時相手が自分を理解してくれて
受け入れてくれることは非常に心強く支えになるんです。男性は自分自身の弱さや不完全さをさらけ出すことができて、それを受け入れてくれる相手に対して感謝と尊敬の念を抱くことがあるんですね。そして非常に深い絆を感じるようにもなります。自分の弱さや不安を受け入れてくれる女性に対しては素の自分でいられて心を開くことができるんです。男性はその状態を大切にし、相手と長い時間を共に過ごしたいと感じるんです。また相手が自分の弱さを受け入れてくれることは男性にとって信頼関係を築く上でも重要な要素です。信頼関係は互いに支えとなる基盤となりますしね。このように自分の弱い一面を受け入れてくれる相手がいると、男性は深い絆や信頼を感じ一緒にいたいと思うんです。以上が男性がずっと一緒にいたいと感じる瞬間6選です。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が屈託のない笑顔を見たとき、そして2つ目が落ち込んでいるときにそっと見守ってくれたとき、そして3つ目が自然体でいられるとき、そして4つ目が自然と相手のために尽くしたいと思えたとき、そして5つ目が自由にさせてくれたとき、そして6つ目が自分の弱い一面を受け入れてもらえたと実感したときになります。男性がずっと一緒にいたいと感じる瞬間6選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。ご質問は YouTube、ブログ、メルマガなどでお答えさせていただいております。 LINE をご登録いただけますと、私自身と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。